シンフォニートヨタビルは、愛知県名古屋市中村区名駅4丁目にある地上25階、地下2階、高さ115メートルの超高層ビルである。設計志向を、竹中工務店、管理運営を、同和武道さんが担当している。もともと、同ビルの所在地には、第二トヨタビルがあったものの、社屋の老朽化が著しくなったことを受け、2013年6月21日から、 解体工事が進められた。その跡地を利用し、名古屋駅前の第二トヨタビルの建て替えプロジェクトとして、西建てと東間の間を通っていた指導を西に移動させて一体的に再開発を図り、解体に伴い離散した豊通りグループ各企業を集約させた。オフィスビルとして、トヨタグループの総合商社、トヨタ通商と関連企業が入居しているほか、飲食、 物販、シアターなどの商業施設、三井ガーデンホテル、名古屋プレミアなどの宿泊施設も兼ね備えている。特にホテルが入居する複合ビルというのは、道は武道産としては初めてとなった。なお、名称のシンフォーニーには、ギリシャ語で、共に、を意味すると、同じく、ギリシャ語で、響きを意味するの意味が込められている。また、当は不動産単独所有ビル4棟を地下で結び、 天候などに左右されず、人々が回遊できる地下通路、地下環状ネットワークが設置された。南側には、西流公園が隣接している。ミッドランドスクエアから見下ろすシンフォニーと呼ダビる、手前北側に名古屋クロスコートタワー。ありがとうございます。